ただいまですね、シドニーの国内線ターミナルにおります。今からどこに行くかと言いますと、私たちの始まりの地、メルボルンに行っていきたいと思います。まあ、何の始まりの地かと言いますと、私たち2人とも最初オーストラリアにワーホリ来た時はメルボルンにいたんですね。なのでそこに戻りに行きたいと思います。今の時刻は3時29分でございます。シドニーはいつでもイルミネーションがありますね。空港までの道は道路がツルツルで、すごいスーツケースに良いです。ちゃんと空港マーク書いてるわ、飛行機マーク。歩く人はこっちですよって。空港の駐車場の方にやってきました。こっからこの近くはターミナル2とターミナル3が多分あります。ターミナル3は右側に行って、ターミナル2は多分向こう側です。このね、ウーバーとかをピックアップするときに使うここをさらに通り抜け、この奥をずっと通っていきます。書いてるわ、トレインは左でターミナル2はまだまだまっすぐ。もう空港は横断歩道を渡ればターミナル2です。このエスカレーターで上に登るっぽい。チェックインのところにやってまいりました。今の時刻は4時41分でございます。私のスーツケース 24.3 でれれ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  29.3 これで29なの？やば、重すぎ。ちなみにジェットスター私たちは今回30キロまで預けられます。さあ、あ、これやばい、やばい、うん、これね、はい、36.2 36.2 刻むね。レレレレレレ、35.1 キロ差、やば、重っ、どんどん減ってくるの。おお、なんで、でも35キロ、5キロ分だ。おお、今から減らします。恒例行事、荷物整理。大変だわ。一番最初に出てくるのはなんと枕を入れております。この方はこいつは捨てます。さようなら。悲しいな。気に入っとったのに。オッケー。何キロ？ 29.26。 おお、足より軽くなったんじゃない？マジで人多くてちょっとずつしか進まない。来てくれます。いや、面白い。ね。30分以上ジェットスターのチェックインの荷物預けに並びました。今からセキュリティの検査をして中に入っていきたいと思います。今5時45分なんですけど、もうこんなに人がたくさんいます。フードコートめっちゃ多いね。前昼だった、すごい多い。今日はゲートが58なので、ずっとずっとずっと端っこまで歩いていきます。もうファイナルコールじゃん。でも6時20分、うん、今飛行機に乗りました。LCC だからちょっと狭めにして、着きま
ました。寒い。じゃあ、りょうくん。めちゃくちゃちっちゃいね。もうなんか本当にちっちゃいバス停ぐらいのさ。これダメだ。寒すぎ。あ、りょうくんです。日本から来た友達です。今からですね、荷物を預けに行きたいと思います。なんかオンラインで預けれる荷物サービスがあるので、それを予約して、今からその予約したところに行って行きます。荷物を預けて軽くなりました。イエーイ。今からメルボルンを久しぶりに観光しに参りたいと思います。メルボルンの市には水族館があります。ね、雨降ってきたね。さあ、やってまいりました。超有名なフリンダースステーション。ここはですね、このいろんな国の都市の時間がの時計があるんですね。東京は？名古屋は？名古屋はね、絶対的にないですよ。これどうやったら分かんの？どこに書いてんの？ちょっと嘘かも。嘘つきました。あ、見て、めっちゃ人いるんですけど。あ、なんか格好がホグワーツみたいで。本当だ。てんてんてれんて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 れん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 。はい。何が？やら川？かな。やらリバー。俺の職場です。見てみんな。カイくんが夜クリーニングをしていた。深夜の。深夜のクリーニング。深夜から早朝までね、クリーニング。楽しかった？めちゃくちゃしんどいぜ。時給はいいでしょ？時給いいよ、めっちゃ。休日50ドル。あ、行こう。皆さん、そんなバイトもあるようですよ。メルボルンはですね、トラムがたくさん通っているんですね。しかもシティ内は無料です。はい。今どこに向かってるかと言いますと、友達が働いているカフェに行っています。向かっています。緑の、黒にも緑、市民が作ってくれるの。今からシティに戻って、シティ散策をしていきたいと思います。This is the service time. Mm-hmm. Walk. Yep. Before you go, you just put it back here. Yeah, sure. Thank you. Love Japan. I just came back from Japan actually. Oh, really? Holiday week. Easter の時間ですよ。メルボルン、おしゃれ。メルボルンやっぱ建物かっこいいな。同じこと言うやん。12時だから時計が鳴ってる。あ、これおしゃれな H&M だ。はい、かの有名な H&M でございます。おしゃれだね。 VR アーケード、 VR アーケードにやってまいりました。こんな感じです。
ここにもカフェとかいろいろあります。あ、モンバみたいな、やっぱ可愛いね、なんか、うん、白いとこで似てたのな、ここブラック、あ、確かにあったわ、はい、なんかあれだよね、クリスマスの時にすごい美しい、ね、ここブラックなんか有名だもんね、あ、可愛いね、でしょ、あ、ここだ、ここだよ、うん、わ、可愛いでしょ、ちょ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 、可愛いね、本当に種類がいっぱいある、ここも有名なケーキ屋さんですよ、美味しそうだよ、トラムの駅からだと一番綺麗に撮れるよ、あ、そうなの、 H&M、 すごいね、この通りすごい人気、なんかイタリアンレストランがいっぱい連なってるところです、で、ここのアイスもめっちゃ人気ですよね、美味しいもん、でもメルボルンにいくつかある、そうですね、ここを曲がるとめちゃめちゃ大人気なカフェがございます、これだよね、これ朝とか大行列だもんね、すごいやばいよ、今からですね、メルボルンでかの有名なカフェファイヤーグラウンドに行ってみたいと思います、ファイヤーグラウンド予約必要だったりするのかな、すごいっすね、観客多くね、チェスの、ね、ちっちゃい子がやってんじゃん、いい勝負が繰り広げられとるんだろうな、こんだけ観客多いってこと、ゲットしました、今から宿に向かいたいと思います、荷物久しぶりに乗ったら超重かった、サザンクロスの駅構内めっちゃかっこいい、なんか波打ってる感じだよね、あ、そこでここでできる、ここでマイキーカード買えますよ、メルボルンの、
紹介です。こんなベッドが、大きいベッドが一つあります。これウサギじゃないかな。うん、でも分かんなくもない。うん、お疲れ様でした。横顔がぺったんこ、横顔がぺったんこ、横顔がぺったんこ、だけど横顔がぺったんこ。